つ目こちらです。じゃん、学生のうちしか書けないだろうと思った。はいということなんですけれどもね、はい、まあ、デビューが大学生、最初デビューのきっかけというか、はい、漫画を描き始めたきっかけってどういったところだったんですか？そうですね、うん、私幼稚園の頃から集英社の少女漫画誌リボンを愛読してまして、はい、その頃から、うん、ちびまる子ちゃんの作者のさくらももこ先生とか、うん、お父さんは心配性の作者の岡田アーミン先生をすごく尊敬してまして、はい、なるほど。で真似して自分で書いたりとか、うんうん、子供の頃から割と書いたりしてた。そうですね、うん、はい、書いてました。それで、まあ、自分でオリジナルの、はい、まあ、その時もギャグ漫画だったんですけど、書いてましたね、はい、大学は美術系の方行くんですもんね。はい、そうです、うん、まあ、大学入って、はい、デザインを専攻してまして、はい、でその大学、2年生ぐらいの時に、うん、ふと今までちょっと趣味で、うん、漫画好きで描いてきたけど、はい、本格的に描いたことないなと思いまして、はい、それだったら今のうちに書いておこうと思ったんですよね、うん、で大学の夏休みって長いですよね、はい、1ヶ月羨ましいね、うん、なので、はい、もうその期間に1本書こうと決意して書きました。社会人になったら確かにそんな長い夏休みなかなかないですもんね。そうなんですよね。今のうちに、学生のうちに書いとこうかと思って、まずは、まあ、子供の頃から趣味で書いていた漫画をちゃんと本格的に書いてみた、はい、何年生の時ですか？大学2年生後半くらい2年生後半ぐらいの時に書いてみました。はい、それはどうしたんですか？書いてみた。それを、うん、集英社のリボンに初めて投稿しました。初投稿しましたよ、大学2年生の秋冬あたりに、あたりにね、はい、はい、まあその時にはちょっと、まあ、そんなにこう賞を取るまでもなかったんですよ。 A クラス B クラスとかそのあたりだったと思うんですけど、で、まあそうですね、そこから、うん、同じ集英社の、クッキーに、次の投稿作は、うん、こっちのクッキーの方に、こっちの方に投稿しまして、はい、投稿しまして、はい、で投稿から3回目、およそ1年後くらいにこのクッキーでデビューが決まりました。これね、今あっさりおっしゃいましたけど、はい、私がよく聞く漫画家さんって言って、本当漫画家目指して、アシスタント云々とか、ね、でなかなかこう日の目を見なくてとか割と聞きますけど、そうですね、すっごいもう書いて投稿してもうすぐ半年目ぐらいにもデビューしちゃったような感じなんですね、はい、いや運が良かったんです。いやすごいなと思って。いやいやいや、でもあっという間にこっちでデビューしてからこの本までも早かったですよね。どこ行ったっけ？あ、これこれ、あ、いや早くないですよ、6年連載した後に、はい、発売、去年の12月に発売されました。そっか、4コマだから6年ずっと連載してた。そうなんですよ、はい、はい、まあ、全部は収録されてないんですよ、ちょっとページ数の関係で、今まで掲載された3分の2くらいかな、はい、厳選されております。厳選されて、はい、面白いものだけを、はい、そうなんですね、はい、いやでも全然なんか下積み時代みたいなのが出てこなくて、あ、すごい順風満帆じゃないですか。いや、いやデビューまでは順風満帆だったんですけれど、デビューしてからの方が大変です、うん、あ、そうですか、はい、どういうところが大変でした？そうですね、うん、まだ本当に本格的に書き始めて、うん、日が経ってないのでまだまだ書くのがすごい遅かったんですよね。うん、どんなこう漫画が読者さんに受けるかとか、うん、どういうネタでテーマで書くといいのかなとか、そうです、はいはい、で絵も安定してなかったですし、締め切りも毎月ありましたし、学業との両立が大変で、そうか、デビューが大学生、大学3年生でデビューでしたもんね、はい、そうなん、21の時に、はい、それってやっぱ学業の両立大変でしたか？大変でした。そのもう連載が始まったのが大学4年の時だったので、はい、ちょうど卒業制作をやらなきゃいけなくて、1年間の間に、うんうんうん、なのでそれを両立がもう大変で、もう忙しすぎてどうやってその時自分が生活してたのか覚えてないくらい。いわゆる就活はもうしてないんだ。じゃ あ一応わり、あ、説明会とはかは言ってたんですけど、でも結局しなかったですね。
結局も大学卒業してそのままプロになったみたいな感じ。そうなんですよ。いやすごい、田島さん。いや危ない橋渡ってますよ。すごいですね。いや本当に若さゆえの暴走といいますか。素晴らしいですね。でも本当に運、うん、私運が良くて、はい、今でもこうやって、うん、漫画出し出ましたし、うん、連載もしてますし、うん、あ運がいいんだなって。いやすごいですね。そんなわけで、ぜひこちら漫画祭りにも会いに行っていただきたいなと思いますが、田島さん今後どんなものを書いていきたいのかっていうあたりも含めて、はい、3つ目のキーワードはこちらになります。じゃん。